今日はですね、秋葉原バーンからさんにやってきました。ちょっとお腹空いたのと、あとね、すごいめっちゃ気になるものがあって、このネバトロ月見ぶっかけ、わーいいですね。いやこういうね、やっぱ夏も今すごいです、暑さが。なんかちょっと冷たい麺で腹を膨らましたい、そんな気持ちでやってきます。いや本当はね、この角煮ラーメンがねやっぱ有名なんですよ。でもちょっとあまりの暑さにですね冷たい麺にしようかなと。これね、これこれこれ、いや美味しそうですよ。こちらですね。はい、はい、直結です。はい、こちらをよくかき混ぜてからお召し上がりください。じゃ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 ん、いや美味しそうだよ。あいい、海苔ね、海苔が一番好きなんですよこの美味しそうな。夏はやっぱりこのネバトロでツルツルっといけるのがいいですね。そしてこのタレ何味なんでしょうか、気になりますね。はい、私がラーメンを食べる企画はですね、ルールがちゃんとありまして、大食いではない、早食いではない、好きなものを食べるということなんで、バンカラさんですが、おなじみのじゃなくて、多分期間限定の、氷結ぶっかけネバトロ月見食べていきます。いただきます。え、これが何味なんだろう、冷たそう。あ、これがもうネバネバだ。あー、かけよう、よく混ぜて、はい、全部かけちゃうかな。美味しそうです。で、ちょっと混ぜるの。で、こういう混ぜ麺系大好き。何味って言うんだろうな、これ。なんかね、でも
醤油ラーメン系の味で、全然冷やし中華とかじゃない。うまラーメン味ですね。うん、うん、あっさりめ。でも味は結構醤油ラーメンの味だから、本当に冷やしラーメン的な感じですね。うん、でもこの多分メンマとかはみんなと同じやつだから、もうめちゃめちゃ味が染みてて最高に美味しい。なんかもうちょっと和風かなと思ったけど、全然そんなことない。ちゃんとラーメン味ですね。でもこのオクラとトロロとあとカツオ節がいっぱいなんで、そこちょっと和っぽい味になるけど、ベースはね、醤油だね。Yeah.
良かったかもしれないですね。うん、海苔大好きなんですよ。吸収できたんで、もう最高の気分です。やっぱ夏はラーメン屋さんに出る期間限定の冷たいラーメンいっぱい食べたいなと思います。もしこの私のラーメンシリーズ好評だったら続けていきたいなと思いますので、よかったら教えてください。そしてここのラーメン食べてほしい、うちのラーメン屋さんに来てほしいっていうのがあったら、ぜひぜひコメントまでお願いします。この動画が面白かったらチャンネル登録高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。ごちそうさまでした。